こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、パンデーロ編。この動画ではパンデーロのベーストーンの出し方について解説します。ベーストーン、つまり低音ですけれども、この比較的小さなボディからドラムのバスドラのような低いドドドドというようなですね、音が出せるっていうのがこの楽器のすごい魅力なんじゃないかと思います。ベーストーンが出せるようになりますと、サンバのグルーブ、とかドラムが叩くようなグルーブですね。このようにグッと表現の幅が広がりますので、ぜひこの動画でマスターしてください。ベーストーンの叩き方、大きく2種類ありまして、まずは親指を使った叩き方で、もう一つが指先、こっちの指先ですね、主に中指と薬指を使った叩き方の2種類があります。順番に解説していきます。はい、まず親指のベーストーンの叩き方です。基本のリズムの叩き方の時に手を回転させていたと思うんですけれども、この回転の延長でベースを叩きます。やり方は簡単で、親指を少し伸ばしていただいて、大きく振りかぶって親指と親指の付け根が打面に当たるように叩きます。ゆっくりやるとこんな動きです。はい、親指が当たる位置はですね、だいたいこのパンデーロの半径の手前から3分の1ぐらいのところですね、に親指の先端が当たるような感じで、親指の付け根もついています。でゆっくりやるとこんな感じです。ついついこう力を入れて、おりゃーと叩きたくなってしまうんですけれども、意外とこう力んで叩くよりも手を楽な状態にして、自然に当てた方が低い成分、ドゥーンっていう成分がですね、しっかりと出ます。力を入れるのはほんの一瞬、最初の振り始めの時だけ。で、あとはもう回転の遠心力と親指の重さで十分なエネルギーがあるので、それでしっかりとこのベーストーンを鳴らすことができます。はい、でこの持っている方の手、親指がこのヘッドに当たってると思うんですけれども、ヘッドを押さえていれば当然、ミュートされた音になりまして、親指を浮かせてあげるとオープンな音になります。基本ベースを打つときは親指、付け根だけこの縁の部分に軽く乗せて、このヘッドの面の部分には触れないようにするのがいいのではないかと思います。はい、ではしばらく親指ベーストーンの練習を一緒にやってみましょう。せーの。で、慣れましたらですね、この持っている方の親指、これを押さえてあげる。そうすると音が短くミュートされていると思います。で、今度は離す、つける
す、つける、離す、つけるっていうのをやってみてください。はい。何気なく難易度を上げてみたんですけれども、改めてこの持っている方の親指、これグッと押さえると、まあ、よりヘッドにテンションがかかって高い音になります。で、まあ、だんだん外していって、最後離すとオープンな低い音。はい。では続けて、指先の方で叩くベーストーンやってみます。基本の叩き方の手の形からほんの少しですね、まあ、指先を丸めて、まあ、主に当たるのは中指と薬指なんですけれども、これをだいたいさっきと同じ半径の3分の1あたりのところに軽くヒットする。はい、中指、薬指、大体このあたりを叩いています。半径の約3分の1のところですね。で、親指でベースを叩いたときと中指、薬指でベースを叩いたとき、もうこの手首を回転させるだけで、両方が叩ける、ポジショニングにします。中指、薬指でベースを叩くときも手を回転させてあげた方が大きいエネルギーでパンデールを鳴らすことができます。ただ手の可動域的にですね、親指のときほどこう、なんていうか助走が取りにくいと思うんですね。なのでこっちの方がちょっと難しいと思います。できればパンデールはこう平らではなくて少し煽って斜めにしてあげた方がベースが良くなると思います。ではしばらく一緒に練習してみましょう。いきます。せーの。では持っている方の親指をつけてみましょう。せーの。ミュートされた音になります。ではつけたり離したりっていうのを一緒にやってみましょう。では親指のベースと合わせて交互に叩いてみてください。当たってる指の部位が違うので、厳密にはですね、全く同じ音色になるっていうのは少し難しいんですけれども、なるべく同じ音量、あと音色もなるべく近づけるように意識して練習してみてください。2種類のベーストーンが出せるようになりましたら、今度はこっちの回転も組み合わせて、より大きなアクセントのベーストーン練習してみてください。
はい、というわけで今回はパンデーロのベーストの出し方について解説しました。ついついこう力んで力いっぱい叩きたくなってしまうんですけれども、意外とですね、こう何も考えずにぼーっと楽に楽に当てた方がいい低音が出たりするので、いろいろ叩きながら研究してみてください。こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信をしておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。あとレッスンに関する質問などありましたら、お気軽にコメント欄に書いてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。